はい。毎度、押しチューブだ。ね。馴染むかなこれ。<laughs> まあ、ええや。<laughs> 最近ちょっとフライトジャケットのね、シリーズも、えー、めげずにアップしてます。まだまだ秘蔵のの下は、言えてへんけど、あります。ち <laughs> ゅうわけで、うん。ある意味、このシリーズの最後の大物。 最初期型 MA-1 MA-1、ね、前にもは紹介しましまたよねでもまあ初期型っていう風には、えー、紹介したと思いますでもこれは最初期でしかも程度はこっちの方が抜群にいいんじゃないですか変色もほぼほぼなし まあ、ニットにね多少の虫食いとかねそんなんはまあまああるんですけどまあタグを言っとこうかなよいしょーアルバート・ターナーだーってことでねまあ有名メーカーというかねフライトジャケットの MA1 の中では MA1 とね L2B かなアル,アルバート・ターナーのやつはなんか人気があるんじゃないんですか で、ジッパーはクラウンです。スプリングロックのね、このタイプ、この形結構好きですよね。んで、シガレットポケットにも、このクラウンジッパー使われてます。この辺はのコンビネーションは、この間開げたバックですね、N3B とちょっと似てるかな。メインの方のスライダーがね、形がちょっと違いますけど。よいしょ これはなぁ、いつ買ったっけなぁ。これはチャーリーで買ったなぁ。いくらぐらいで買ったかなぁ。5万ぐらいやったかなぁ。もうちょっと出したかなぁ。でもなんせね、前の,あの変色した MA1 よりは安くで買ったの覚えてます。まあ、この辺はもう、もう、 ここまで来ると根崩れせえへんのちゃうかな。あちゃんとボックスタブもついてますよね。ねまぁ、あ、ちょっとね、あのー、うんネックウォーマーや。<laughs> な何入ってんねん、思うた。ええー、と、でもね、これ多分折りたグやし、50年代のやつかな、エアイフォースやもんな。 N1B もうこ,れこんなもん、ね、あのついでに紹介してこれ見つ買ったんだろうなこれ N1B ってしてありますねよいしょ、うん、ねまあ特にこの MA1 はこの首周りがねあんまり賢くないんでこういうのがアイテムがあったんですかね エアホースじゃなければ、こういう、ね、ネックウォーマーですかなんかそういうのあったと思うんですけどね。新しい年代はね。よいしょ。ね。えっ、ー、とね、最初期のね、特徴。前のやつは B 型なんですよね。で、これ1型になるんですけど、MA1 で海底の欠番号というか、アルファベットやけど、ないやつやと思うんですよね。 前のやつは B タイプやったと思うんですよね。で、これね、何にもないんやけど、具体的にね、ここが違うっていうところはね、めっちゃ少ないです。まあ、ジッパーは違うんですけど、でもそれは使ってるジッパーが違うっていうだけで、その、明確な改定基準ではないんでね。だから、これの後の方で真鍮のジッパーになったけど、 それはメーカーによって、それはコンマーのジッパーを使ってたっていうだけで、クラウンのジッパーをやめたってわけじゃないんですよね。もっと後の60年代後半ぐらいのえリバーシブルな MA1 に、その当時のクラウンジッパー使ってるやつあります。スライダーはこれと形違いますけど、レールは一緒だったと思います。で、もう初期型のね、MA1 の初期型、ここがこうなってるっていうポイントは実はここなんですよ。このね、 前立てのとこの R がついてるかついてないか、この角張ってるかどうかなんですよ。角張ってるのが初期型なんですよね。<laughs> まあもう一つ遡るとね、B15D ってやつがありますよね。だから B15D もこうなってるんですよ。だから MA1 のこの最初期と B15D の判別っていうのは絶対難しいんですよね。うん、ここのニットの根元の縫い、 縫い口がこ二重になってんのが MA1 で <laughs>、一重なんか B15D やってたのがあるんですよね。あとはエリをこう付け直してるか付け直して変化とかいね。綺麗に付け直してあると MA1 か B15D かあんまり区別つかないんですよね。B15D のモビディファイも見たことあるんやけどなね。今みたいにこんなことしてること思ったら残しときゃよかったなと思うね。 ちっちゃかったんでよね。売っちゃったんですよね。まあ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 。まあ、こう、で、まあ、MA1 フライトジャケット、セージグリーン初期の初期型シリーズはこれで、うんえー、最終回でございます。<laughs> まあ、あの、要はね、L2B、えー、MA1、MA N3B とこのね、最初期型の セージグリーンのシリーズは、まあ持ってるやつを全部出しちゃったって感じだね。まあそれ以外があるとも言うんですけど。まあその中で言うと N2B のこの全く同年代というのは持ってないですよね。ここまで揃ってくると欲しいなって思うんだけど、まあ贅沢言い出すとね、L2B も程度そんなに良くないですし。切 <laughs> れない切れない。ね。 コレクションなんで、もうこれもう絶対汚したり、なんか引っ掛けて破いたりとかして嫌なんで、もうめったに着てる。一番、一番秘蔵の品です。ね。こういう解説動画やってるおかげで、日の目を見たかなっていうジャケットですわ。ね。もう何も入っとらへんね。ね。うん、撮影する前にポケットあさっときなさいよってことやね。よいしょ。 まあ、ちょっとおまけもね、見つけたんで、ちょっと笑けるよね。これ、いつ買ったんかな <laughs> あ、ちょっと待ってよ。スカーフ、セージグリーン、フライング。すげえな、これの名前。<laughs> うーん、ロイヤル、ニッティング、マイルズ、インクっていうメーカーですかね。ロイ、ロイヤル、 <laughs> <laughs> いえいえ、すいません。<laughs> まあ、くしゃみも出たところで、すっきりしたんで、ではでは